アルミさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、今話題のキャッシュレス消費者還元事業とは、増税前に知っておきたい3つのことということで、今回は僕のチャンネルを見てくださっている方であればご存知の方も多いと思いますが、せっかくキャッシュレスに関することを発信しているチャンネルということなので、まあ、このキャッシュレス消費者還元事業について、 経済産業省が出している資料を元に大きく3つに分けて簡単にお伝えしていこうと思います。ちなみにこれは僕のような消費者の方に向けた動画となっていますのでご了承ください。それではまず1つ目のキャッシュレス消費者還元事業とはということなんですけども、このキャッシュレス消費者還元事業とは、まあここ最近はキャッシュレスポイント還元事業とも呼んだりするんですけども、そもそもこれは何ぞやということで、2019年の10月の1日から2020年6月の末までの間に対象店舗にて登録されているキャッシュ レス決済ででで支払ううととと最大で5%還元を受けることができるこがきいいものになっています、まあ、簡単にポイント還元の流れをお伝えするとまず1番のここに消費者の方がいるとそしてこの消費者の方が対象店舗にてキャッシュレスで支払いをしますそうするとキャッシュレス決済事業者から後日ポイント還元があるという流れになっています、まあ、これが最大で5%の還元を受けることができるということになっています ま、ここ最近ではポイント還元や値引きなど、決済会社によっては様々なので、ま、これは情報が入り次第僕の方でも改めて随時動画にしていこうと思っています。次に、主なキャッシュレス決済の手段についてなんですけども、大きく分けて4つありまして、まず1つ目はクレジットカード、で2番目デビットカード、3番目電子マネー、で4番目 QR コード決済ということで、多分ほとんどの方が、これのどれか使ったことがあったりとか、ま、聞いたことがあったりすることが多いと思います。それぞれ特徴を話すと、クレジットカードはその月に 決済をして大体は翌月とかに銀行口座から引き落としができたりとかあとは分割払いができたりとまあ、かなりメジャーなキャッシュレス決済ですね次にデビットカードこれはクレジットカードと結構似てるんですけども基本的には決済した瞬間に連携している銀行口座から即時引き落としがかかりますまあ、クレジットカードと違ってすぐに引き落としがかかるのでまあ、お金の管理がリアルタイムで確認することができるのでまあ、結構しやすいかなという風うにも思います まあ、主なブランドとしたら、ビザ、アメックス、マスター、JCB とかですね。次、三つ目の電子マネーなんですけども、まあ、よく聞くのは、スイカや和音カードなど、まあ、チャージタイプのカードですね。これは、まあ、事前にチャージをして決済する必要があります。 決済するスピードも速くて、これもチャージタイプなので未然に使いすぎなどを防ぐこともできます。まあ、交通系電子マネーでしたら先ほどのま、スイカとか、あとパスもイコかニもかなどもありまして、交通系以外の電子マネーはセブンイレブンなどでも使える7個とか、イオングループが提供しているワンオン、そして楽天が提供している楽天エディという感じですね。 まあこの電子周りに関しては基本的にはスマートフォンが不要でして Suica や楽天エディみたいにカード以外にもスマホ決済でできるものもあるのでかなり気軽に使える印象がありますね。 そして4番目の QR コード決済なんですけどもこれは最近のトレンドでもある PayPay であったり LINEPay、楽天 Pay などですねまあ僕の動画ではよくスマホ決済とも呼んでいるんですがこの Pay 関連のキャンペーンや使ってみた感想などよく僕の方でも動画にアップしていますまあ主な特徴としてはお使いのスマートフォンに銀行、口座、クレジットカードを登録したりしてそこでまずチャージを行うとそして決済をするときに画面に表示されているバーコードを店員さんに見せるだけでお会計ができるというスマホ1台でできる決済法 方法ですね、そして大きく分けた3つ目の項目で、まあ、キャッシュレスの対象店舗の確認方法ということなんですけども このキャッシュレスという、まあこのロゴですね。この、まあ黄色いチェックが入っているようなマーク、これが対象店舗の印となっています。まあこのマークがついているお店であれば、飲食店であったり、小売店であったりと、一般の中小店舗で5%の還元とか、フランチャイズチェーンやガソリンスタンドでも2%の還元を受けることができます。ちなみに EC サイトであれば、まあアマゾンやフー、ah、ショッピングや楽天市場も対象となっています。 ま、この対象となるお店の探し方やポイント還元を確認するまでの流れなんですけども、ざっとこんな感じですね。まず1番目、店頭で探すもしくは地図上で探す。そして2番目、お店を見つけたら還元率を確認。そして3番目、お店で対象の決済手段を確認という流れですね。先ほどの1番目に話した店頭と地図で探すなんですけども、まずこんな感じにお店のドアや、そして店内のレジ周りにキャッシュレスポイント還元事業のポスターやステッカーが貼ってあります。それで探す方法が一つ。 もしくはまだ始まってないサービスなんですけどもまあ下の部分ですね。 地図のアプリで探すことができます。このマップサービスに関しては、今月の中旬もしくは下旬あたりに公表予定となっています。なので、そのマップでどこで使えるかっていうのを確認することができます。そして還元率についてなんですけども、そのお店ごとに還元率がバラバラなので、そのお店で5%か2%、どれくらい還元されるかを確認します。あとは、そのお店で決済手段を確認します。例えば、そこのお店で何の決済方法が使えるのか、例えば、ビザやマスターカード、スイカやペイペイなどを確認する必要 がありますのでそれを確認した上で決済してください今回お伝えしたことをまとめるとキャッシュレス消費者還元事業とはそして主な決済手段の紹介 最後に、対象となるお店の確認方法や見つけ方ということで、この3つについてお伝えしました。まだまだ、あの、お伝えすることはあるんですけども、まあ、せっかくなので、この増税前のことについて、まあ、それに関連する内容を僕なりにまとめて、また動画にお伝えしていこうと思います。まだまだ、還元率に関しての未発表の情報がかなりあるので、まあ、今後もそれも含めて、情報が入りすぎない動画にしたいと思います。そんなこんなで今回は、キャッシュレス消費者還元事業についてお伝えしました。ま、ぜひですね、軽減税率など含めて、キャッシュレスはちょっと ちょっとめんどくさいとかややこしいとかあるかもしれないんですけども頑張って一緒に学んでいきましょうということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました